間、現実逃避したくなることは多々ある。仕事や家庭環境、勉強、恋愛。俺が現実逃避をしたきっかけは離婚だった。頼むよ、考え直してくれ。もう決めたの、今更変わらないから。そんな、ジェシカ、ジェシカ。俺は離婚をしてからもジェシカを愛していた。ジェシカ、戻ってきてくれよ。落ち込んだ俺は今日、夢の中だけでもジェシカに会いたくて、ある粉に手を出したんだ。それによって人に襲いかかり、肉を食いちぎる凶暴なモンスターになるとも知らずに。ヒロヒロ探偵団。ジェシカはとにかく男癖が悪かった。ジェシカ、お前また男と会って。違うの、この人は。帰るぞ。付き合っている頃から何度もジェシカに浮気をされていた。何度も何度も裏切られ、その度に泣いて謝られ、散々な目に遭わされてきた。でも俺はジェシカ以外を愛すことができなかった。浮気をされたってジェシカのことが大好きでたまらなかったんだ。もう二度と浮気なんてしないわ、信じて。ああ、わかった。そして何度も信じ続け、その言葉以来ジェシカは半年間浮気をしなかった。だからプロポーズしたんだ、誰かに奪われてしまう前に。ジェシカの両親は離婚していて、母親はジェシカを置いて男遊びをしていたということもあり、だから傷ついたジェシカが母親と同じような道に進んでしまうのは仕方のないことだとも思っていた。だからこそ俺が傷を癒し、守ってあげたかった。私やっぱり変われないわ、あなたと結婚したのは間違いだったのよ。そんなことないよ、ジェシカ、半年以上浮気せずにいられたじゃないか。だけどジェシカは再び浮気に走った。そして離婚すると言って聞かなかった。戻ってきてくれよ、頼む。当然離婚後もジェシカを愛し続ける俺、妄想や夢の中だけでもいい、ジェシカに会いたかったんだ。だから禁断の粉に手を出したんだ。ヒロシ、ごめんなさい、私にはあなたしかいないわ。戻ってきてくれてよかった。俺にはジェシカしかいないんだ。ええ、分かっているわ、離れてごめんなさい。粉を使うたびに一途なジェシカに会うことができる。だから当然回数は増え、俺はあっという間に薬物依存症になってしまった。ヒロシさん、穏やかになりましたね。いいことあったんですか？ああ、ちょっとね。よかった、みんな心配していたんですよ、ずっと。それでもプライベートで俺が薬物をやっているとは誰も疑わなかった。しっかりと場所や時間をわきまえていたからだ。できることならいつでもジェシカに会いたい。でもせっかく会うのなら二人きりの夜がいい、そう思っていたのもあるけどね。だけどこの生活も長くは続かなかった。ジェシカ、ジェシカ、どこにいるんだ、ジェシカ。粉を使ってもジェシカが現れなくなってしまったのだ。依存症に陥っていることは自分でも理解していた。俺はもっと強い薬を使うことにした。ジェシカに会えるのなら自分なんてどうでもいい。どうでもいいんだ。ジョシュ、これから映画の試写会に行くんだけど、お前も行かないか？マジかよ、行きたかった。ごめん、実はこれから親を病院に連れて行かなきゃいけなくてさ、悪いな。しょうがないな、じゃあまた今度。俺はこの日、当選した映画の試写会に行くことにした。友人のジョシュを誘ったものの、突然の誘いだったというのもあって断られてしまった。ここから試写会の会場までは車で3時間。だが別に寂しくはない。ジェシカいるか、ジェシカ。どうしたのヒロシ。いや、なんでもない、一緒に映画の試写会に行こう。ええ、もちろん、ヒロシとならどこに行っても楽しいもの。俺は車を再び走らせる。ジェシカとはいろんな話をした。昔デートした場所や共通の趣味のこと。だけど今日のジェシカはなんだか様子がおかしかった。外を見つめ、田舎道を走っている最中に突然車を止めてほしいと言ってきたのだ。どうしたんだよジェシカ。ジェシカは車を止めるなり車から降りて歩き出す。俺は当然ジェシカを追いかけていく。追いかけていくうちにどんどん体が熱くなっていくのを感じる。熱い。俺はジェシカを見失わないように服を脱ぎ捨てる。一枚また一枚と全裸になってもジェシカを追い続ける。そして追い続けていると開けた場所に出た。ジェシカどうしたんだ。ジェシカはある男の近くで突然歩みを止めた。その男はゆっくりと歩いている俺より年上の男だった。ジェシカ、お前まさか。ジェシカは俺の方を振り向いてさよならと手を振った後、その男の方に歩いていった。この俺は察した、ジェシカは
俺のジェシカは再び浮気をしようとしていると、よりにもよってこんな男に。俺はこんな男に負けたのか、奪われてたまるものか、俺の愛するジェシカは。俺は動物のような声を上げながら男に向かって走り出し、掴みかかる。なんだ。そして顔に思い切り噛みついた。俺はもう正気ではない、だが真剣だった。やめろ。なんだよ。必死に抵抗する男だが、俺は負けない。俺はジェシカを守るためにこいつを殺さなければならない。どこかで男の情けない悲鳴が聞こえるが、そんなのはどうでもいい。ジェシカを取られるものか、それしか俺の頭にはないのだ。俺はクソ野郎の顔を噛みちぎっていく。離れなさい、撃つぞ。なんだか声も聞こえる気がするが、俺は一切気にしなかった。そして突然発砲音とともに頭に何か、重い何かが響いた。それでも気にせず頭を噛みちぎり続ける。パンパンと響き続ける音。そして俺は突然意識を失ったように死んだ。当然ジェシカはその場にいないし、俺に襲われた人間はただのホームレス。俺は薬物によって他人を襲い顔を噛みちぎったのだ。異常だよな、俺もそう思う。ああ俺は死んだけど、これには続きがあるんだ。俺が使用していたと疑われていたバスソルトという薬によって、俺みたいにゾンビ化する事例が増えているんだってさ。俺の体からバスソルトの成分は検出されなかったが、薬物依存症の慣れの果てであることは間違いない。世界がゾンビだらけになる日はそう遠くないのかもしれないな。